はい、どうも、手巻きの、巻き紙動画。今回はこちらです。スモーキングのデラックス。これ何が違うのかっていう話なんですが、燃焼速度が遅めで、味を損ねない極薄ペーパー。60枚入り。値段が、100円。ということは、スモーキングのマスターと同じですね。まあ、値段としては安い。まあ、普通っていうか、うん、そうですね。うん。スモーキングのデラックスは何が、マスターと何が違うんだって。いう話なんだよな。誰か、レビューしてないかな。見た感じ、マスターとほとんど同じだな。薄さとしてはマスターとほぼ同じでしょう。死熱というかはちょっと熱いような気がします。キュアのスリムフィルターで、こちらが、チェのシルバーで吸っていきたいと思います。でも実際にやっぱ手に取ってみるとあれだね。やっぱり、スモーキングのシネストは薄いなって思いますね。うん。やっぱマスターよか薄いなって、まあ、このデラックスよかもまあ薄いはずです。おそらく。まあ、実際に手に取らないとちょっと難しいですね、これね。実際見てみないと。わかんないでしょ。吸っていきましょう。シネストに比べると、やっぱりなんか若干酸味みたいなのはありますね。多分若干なんか、ある気はするんだけど。ちょっとだけ紙臭い酸味みたいなのもあります。わかりません、ただ。デラックスって名乗ってるぐらいだから何がどう違うのかっていうのが書いといてもらいたいんだけど、なんとも特に書いてないですね。少なくとも手巻き屋のサイトには書いてない。
全くわからない。まあ、あれだろうな。マスターとほぼ変わんないと思いますけどね。ちょっとわかんない。何が違うのかが。まあ、そもそもこれ英語で書かれてるので何を書いてあるかわからへん。まあ、読めないですからね。マスターとデラックス、何が違うんだ？これ違う人、違うのを分かる人っていうのを、もしいたらコメントで教えてください。うん。分からないです。ぶっちゃけ、スモーキングのブルーも分かんないですね。ブルーも薄かったし、マスターと何違うか全然分かんないですね。さっぱりです。あ、灰が少ないのが特徴って書いてあるな。灰が少ないのが特徴らしい。このデラックス。別に変わんねえ気づくけど。何が違うのこれ。さっぱりわからん。まるっきりわかりませんね、これはね。やっぱ薄さが若干違うのかな。マスターとどっちが薄いのか書かれてないけど、おそらくどっちか、薄さがおそらく違うんでしょうね。ただし、薄さがどれくらいなのかっていうのはどこにも書いてないんで、さっぱりわかりません。うん、さっぱりわからないですね。まあ、これは特に問題ないでしょう。うん。5つ星。ご視聴ありがとうございました。